見ての胸を借りるつもりで臨むと話されていましたが、この大一番制しました。そして首位に立ちました。今の気持ちをお願いします。そうですね、まずはほっとしてますけども、まあ前節の岩田戦から引き続きのゲームになりましたけども、よくこの相手がクオリティ高い中ね、しっかりと守備ブロックを作って、速攻という形で点を取ってくれたなというふうにも思うし、まあラッキーなところもあったと思うんですけど、チーム一丸となって、取った勝ち点3だと思います。それにしても先制点のあのセットプレー、非常にデザインされていましたね。そうですね、リスタートはユース時代からよくやってましたので、それが本当にハマってくれてよかったと思います。そして今日はここまで堅守といったところでは非常に手応え感じてらっしゃったと思うんですが、流れからもセットプレーからも今日は得点されたというところで、攻撃面での手応えも大きい一戦だったんじゃないでしょうか。そうですね、我々のサッカーとして、守備ブロックまたは守備というところをきちんと強固にすることによって、必ずこうチャンスが訪れると、またその前には荒木であったりエリキであったり、または平川であったりスピードある選手が揃ってますから、まあ、そういう意味ではね、そこに存在していること自体が相手にとってすごく脅威だということも言えると思いますし、また今日は本当に多くの小学生がいっぱい来てくれたということで、もう本当にファンサポーターの前でホームで何としても勝とうということでね、一致団結して戦った成果が勝利ということですごく良かったです。はい、それにしてもチームとしては怪我人が、まあ、少し出ていまして、また連戦ということで、監督としては難しい点も今日は多かったんじゃないですか。そうですね、本当に主力が何人怪我しているのかというと数え切れないだけ、ね、しておりますけども、まあ、その分ね、我々が成長できるチャンスだと思って、今残っている選手たちが、怪我で出れない選手たちの分まで本当に頑張ってくれた成果だと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。